はい、それではね、エルゼミーの今年もね、始まりますガイダンスというところで話をさせていただきたいと思いますレックスエニコーシとベニショです皆さんこんにちは <laughs> はい、で、ね、始めていきましょうさあ、えーとね、まずこのエルゼミーっていうのはね毎年やらせていただいております皆さん本当にご参加いただいている方もねありがとうございますというところでまあもうね、きっと去年受けた方は合格されてると信じて私もやっておりますけれども今年もね、来年の合格 2022年に向けてね頑張っていこうということになります。で私のゼミね、えー、何を意識しているかというところでまあ話をさせていただきました。一つ目ジャジャーン当連ではなくゼミなんですねこれこれまずね違いをちゃんと分けてほしいのただ単純になんか来てね講座に来て答案書いて採点してもらいますだったら当連でいいんですよ、うん、当連じゃないこれまるでゼミだっていうところでねやっぱりここ私と二人三脚でね皆さん頑張っていく。 といいいうことを中心にしてたただきたいで、ね、もう一個ちょっとね2番目というところでこれ私のゼミの、まあ、特有の考え方ですけど私自身が勉強嫌いなんですね、うん、でゼミのねあのこれレックからさこれねもらってさであのもらってというかこれ、ね、原稿をやっれた時になんか「受験生時代書いてくださいと」というか書いた言われてさどうじゃ受験生時代ここあれは勉強しなかったかなと思ってさ書いたのね皆さん他の先生はちゃんとあの優秀に勉強されてて本当んにねあのいやもう私もう ね、やっぱりこう昔から言ってるんですけど多分まあ公私一ポンコツだっていうのは間違いないなっていうねっていう形で本当にねあの勉強嫌いだったんですけどだからあの、ね、何が正ししいいいととかあのそういうことってのは私は私、ね、追求しないんですよ要するに点数を取るってこともう論文試験に関しては。 だからあのもう学説だとかねどうだとかそういう話じゃただまあ,あの自分がね普段事務所でやってますから実務的にはそう考える考えないって話をしますね当然まあまた弁理便利者だったらそう考えないだろうで、それが最近そういう傾向が強いんでね本試験でだから、まあ、実務的には確かにそれは妥当だよね妥当じゃないよねという話をします例えば分割出願ねよくあるよね拒絶流通値の対応分割出願ってやっぱいきなりおかしいんだよね最初の拒絶流通値に対してまあ確かにね分割出願ってできるんだけどそれって本当に便利士として提案するのっていうことがあったり するわけよだそういうところは重視はするんですけどただやっぱりねあ,のあんまりそこなんですかねど,どれがいいとかどの説だとかじゃなくって結局点数がつく点数がつくってことはイコール多数決の答案が書けるようになってほしいということになります。です私は過去問も徹底的にやってくれとでこれね平成14年からの過去問これゼミで配ります過去問書のレジュメ。もう年年から直近の令和3年まで ここの過去問学習を毎週ガッツリやりましょうというとといろだけですで、そのまあ過去問学習をやった中で、まあ、論文コレモンっていうところで、まあわせてパーツというか部品の勉強をしてほしいとでこれあとで説明しますね。ととにかくね私のゼミの <laughs> 一番の目標じゃないけど変だけどねこれね楽しくやっぱ勉強を進めることなんですよ。うんやっぱ点数を取ることっていうのを最優先に考えていてで何ともあれも楽しくやっていただくと。 うん、なので、あのーまあ、実際ね合格体験記とかねよく見ると結構ね私のこと書いてくださってありがたいんですけどやっぱりなんかねあの自分で見てても思うのやっぱ楽しかったっていう人結構多いなっていうだからまあね逆を言えばなんかねこういうことが良、ね、かったとか、ね、本来であればねなんかこう説明が理論的だったとかね確かにいいのかもしれないんですけど私はなんかそうじゃなくてやっぱりなん,かなんかねゼミは楽しかったとかね、うん、で結構みんなクラスの皆さんがね仲良くやってたとか。 うん、結構いろんなねあのまあゼミの時は結構ねこう皆さんいるからさ目の前に、まあ、真面目にやりますよ私もねこの収録ってさ誰もいないじゃないだからこうもう自由なんですよでええー!こ」抱きついたりさできちゃうでしょこれだって何もみんな冷たい目で見られないからこれゼミの時はね皆さん受講生いるからね <laughs> あのそれのことしないんですけどということでねとにかくもう楽しく、うん、勉強はしていきたいというのがもう私一番ですそこ目標は。うん、勉強って楽しくなんか続かないもん。 ね、で実際じゃあゼミに来ていただいてどんなスタイルでやるのかっていうことだよね。うん、でそれが一番気になるところですけどまずね前半ゼミがね前半と後半があるんですよ、うん。前半と後半って私言ってるんですけどちょうどねこのスケジュール冊子だとあの、ね、ここで切ってます。ね、これ前半半と後半で前半はね私の場合ね習でかっていったら皆さんやっぱりさこうあるわけよこう納得いかないことが「あともうちょっとあったら書けたのに」みたいなさ。 い、ね、いやこれ気がつててましたよってね、うん、読み落としちゃったここをね「うん、あこうさんこうさん読み落とした」ってあるわけですよだったらいいでしょうと問題を、ね、事前に予習問題を配します予習問題でしっかり時間かけて予習してください絶対読み落としもないそうでしょそしたらにもかかわらず読み落とした要するに何が言いたいかって言ったらその予習問題があって作った答案が今皆さんの実力のもうマックスなんですよ。そね、だってそれ以上本番かけるわけないんだから時間ないんだから。 だからそののマックスの状態で答案をまず前半作っていただいてでそれが書けるようになって後半であのよりちゃんとしたあの力試しをしていくということになりますだから予習問題をしていただいて次に答案を時間内に作ってもらいますねでね次に私のゼミはねちょっと変わっていてすぐ答案回収しないですうんそうなの答案回収しないでそのまま実は自分の答案を分析します でこれなぜかと言ったら私自身が皆さんの目標ね結局過去問をやってほしいでね過去問と論文って結構使ってない人多いのよ理由簡単で使い方わかんないのレジュメあります問題あります確かに読めば書いてありますとえどうすんのっていう結局じゃあ問題に基づいて答案自分で書いたとしてもう答案できましたレジュメありますはて何しようってなっちゃうわけで自分の答案がちゃんとレジュメに基づいて客観的に実は見れる目っていうのが大事でそれを養いたいんです うん、そういった意味で自分の書いてる内容で特に結構ねこのてう分析シートっていうので自分の答案をチェックしていただくんですけどだからまずはそれをやっていただくわけ。答案の中にどこに何が書いてあるか。で結構ね思ったほど書いてないのよ。自分としては選手要求の要件書いたつもりなんだけどあれないぞとかねうんレジュメではこういう言葉使ってるんだけど自分は全然違う言葉になっちゃってそれは点数つかないよとか。 うん、そういうのがあってでそういうのをまずねしっかりやってもらうだらもう答案はね終わったらすぐその場でまず自分で分析しますでそれを私が回収をします、うん、回収しますほんであのもう自分でてそれ見て終わりじゃないよ私が回収しますよで回収して最初の頃はじゃあ皆さんの分析が合ってるかどうか見るわけね。ここの人はここで例えば侵害の定義言ってるけどこれは侵害の定義って読めないよとかいやここで商業法の無効、うん、理由を当てはめたって言ってるけどこれは当てはめじゃないよとか。 そういういところをチェックして直してやってほしいねその感覚を。うん、で最終的に5番これね、えー、と終わってゼミその日終わりました帰ったら次の1週間までね学習報告アンケートっってていうのを毎週やってますこれはね前回かぐらいからやるようになったんですけどもう今年からはちゃんと制度上やっていこうと。で次の週に6番分析指導に基づいて A 項目がなぜ書けなかったのかを学習するということになります。 でここの学習報告と分析シートがちょっと前ねよくわからないと思いますからちょっとだけ補足をしますとこれちょっと見えないと思うけどね学習報告に基づくゼミ通信っていうのを配ってます毎週でまずはあの勉強時間入れてもらってます、うん、そこを他の人がどれぐらいやってるか分かるのねであとは今回入れゼミで学習して分かったことを一つだけ書いてくださいって言ってます要するにその日のうちにあ今回このゼミで何が分かったか、うん、それをしっかり自分で確認していただくかつ分からないものだね ゼミで分からないことがあった場合は記入当然その日にね質問していただいたり全然構わないんですけどやっぱりその場でなかなかねやっぱご質問できなかったり後で復習してみたら分かんないことが出ると思うんだよねでそういう時にこの分からないことっていうのを書いてもらって翌週にそれをフィードバックしていくとだそうするとまあねなかなかちょっと直接は質問しにくいなっていう人でもあのここに書いていただければ、うん、それで質問ができるからね毎週毎週それで、ね、他の人の質問を見れるじゃないあみんなこういうことが困ってんだなということになりますあとはねなんか週によってフリーペースかな 例えば今回あのこれも一番ねちなみに今年のゼミの最後だったんですけど「勉強法学習ペース」の相談とか「勉強以外の相談」これ何でもいいから書いてくれて面白いんだよね結構ね、うん、なんかね「あの家族が病気でした」とかって書いてくれてしてあ「実は私も病気の人がいまして」みたいな感じでなんかそのコメントだけで盛り上がったりね、うん、結構したりしますのでこれを一応ね毎週あの入力してもらいます。Google フォームっていうのを使うんですけど、うんまあ、スマートフォンかパソコンかでどっちでもいいんですけどそれを毎週入れてもらいます。 ちゃんとこういうことをねやってほしい人に来てほしいんです私はあの結構ねなんかもと講座だと思ってくるんじゃないんだよゼミっていうのは私と握手してねガチッと「よし頑張るぞ」っていうねそういう気持ちの人に私は一緒にゼミをやっていきたいのなんかもうゼ、ね、ミっていうのなんか出るらしいよベンチ受験生ってあたまたまね土曜日なんだ都合がいいやじゃあ行こうかってそんなモチベーションじゃなくて、うん、一緒に合格していくんだという気持ちねやっぱりその熱いね気持ちを持ってる人 うん、う一緒にやっぱ私はやっていいきたい、うん、あのだって合格後も付き合いあるんだから今度は便利士としてね私も教えてくださいいろんな実情もね当然自分の分野のことは分かってますけどやっぱそうじゃない分野ってね衣装とかさやっぱなかなか実務上ね,、あのー、ねやっぱ聞きたいこともあるしさ外国の制度とかねいろいろありますからそういうのも含めてね一緒にやっていけるといいんじゃないかなと思ってるわけ私はだから受験生として皆さんとの付き合いというよりかはね今後長くね、うんまあ、お互いねこう便利士としてねやっぱりこうやっていける仲間 っていうので、ね、お互いここでね絆を深めていきたいなと思ってるわけですよ。はい、だからこそ皆さんに受かってほしいっていう気持ちやっぱり持ってる。うん、時にはね厳しいことも言いますよ。今までねゼミの中で本当にあの私としてはね良かれと思っていろいろぶつかってるんですけれどいろ、まあ、とうまく合わなかった人もいらっしゃいました。 あるね自講生さんの方なんかねあの何でそのこと言うんですかってねなんか家で泣きましたって言われちゃってねで <laughs> まあ家その方で受かっていただいたんでよかったんですけどあのまあ本当にねあの私としてはやっぱりでもなんですかねもう受かってほしいって気持ちがやっぱり強いですから決してね皆さんになんかこう,、ね、こう敵対してるわけじゃないわけですよ一緒に仲間としてやっていける、うん、人たちとやっていきたいなと仲良くね楽しく、うん、っていう感じですではも,もう一個ねそうそう「論文書放送中それがなんだ?」っていうのはねこれゼミが終わって書いて翌週に 必ずお配りしています、ね、論文処方箋でこれは何かさこういう結果が書いてあるんだな何か細かいんですけれどもでこの論文処方箋がまああのねこれちょっと見にくいんですけど、まあ、これ、まあ、左側で、ね、画面の左側の方が個別の点数とか、まあ、そういう順位とかっていう形でで、まあ、これ C、ね、評価この人この場合 C なんですけどこれはあの合格者ですねもうちょっと23年前の合格者の処方箋をちょっと1個持ってきましたけどサンプルで。 で全体公表と、まあ、それぞれの人のコメントをつけてます毎回あとは順位とかでね大事なのはこの右側の、えー、採点リスト中ちゅうとこですでこれは何かといったら項目を ABCD いいまねねねえや <laughs> ABCD に分けてます生徒率に応じて、うん、これね拡大してみましょうドンこんな感じで例えばこれ皆さんってレジュメと答案で勉強するんですよそうでしょでそうじゃないの 実は論文試験というのはね対レジュメと戦ってもしょうがないんですレジュメいいこと書いてあったからでも全部は書けないよあれうん何かさね他の人の答案なのよ結局だ問題とレジュメと自分の答案と他の人が何書いてるかこれを全部やんなきゃいけない論文中のっていう時にじゃあ他の人が何書いてるのかっていうのをこの A B C D これ最近ですねあの特定に使いたでしょ。 何パーセント例えばこれ個別的に出所混同防止を図るっていうのが D 項目になってます6.7%ント。だこれかけなくてもいいですところがねこの人侵害の定義かけてなかったのよ90%の人が書いちゃってるのそうでしょだから時々ね侵害の定義なんかいらないんじゃないのって思うかもしれませんけれどもこうやってさやっぱ9割の人が書いてたらやっぱ書かなきゃいけないんだなとかそれから B 項目だね下この人 B 項目落としてますね60%以上の人が書いてる項目を不正競争の目的じゃないよとか ということはあそこまで書かなきゃいけないんだなそのゼミ中にどこまで書くのかっていうのをしっかり判断するだから A 項目 B 項目か100%になる党を目指していくそれは分かんないよねどこが A 項目かそれは答案やってみなきゃ分かんないでも多数派に入るってことを論文はしっかり意識きてほしいでこれが答連ではできないんですよ そこまで細かいデータが、ね、やっぱり出てこないのと、ね、やっぱりあのこういうすごく細かいデータで,で大体うちのゼミが毎年30人ぐらいいます、ね、ゼミの一マックスの人数あのいつもご応募頂い,いておりましてあ,のありがたいですけどいつ店員あの満員オンでやらせて頂い,いてますけどそのまあ30人以上いればやっぱね30人の中のデータというのはやっぱ相当正確なせい値が出てきますから,だからそこを見て頂い,いてあのちゃんと判断をしてほしいと。 いうことになるわけです、ね、だから逆に言えばレジュメに書いてあったとしても C 項目 D 項目についてはとりあえず無視していいんです、うん、私もそう言いますよ時々だから質問もあるわけよ、ね、こういうこと書いたらどうですかとか、ね、今回の向こう理由、ね、401個15号書いたらどうですかレジュメにはないんですけどって「おそうか」と私聞いています皆さん手を挙げて、ね、401個15号書いた人みんなが手を挙げたそしたいるんだよ <laughs> で逆に他の人が手を挙げない、うん、したらいらないんです。 で時々、ね、そこでやっぱ食い下がるしてるよねいやでもねこれはこう読んだら40個15個書けるんじゃないでしょうかそこが重要じゃないんだよ論文っていうのは他の人が書いたかどうかなんだよ、うん、それをやっぱ重視してるとだからねこ,うこれについてはこうすべきだとか皆さんが書きたい答案を書くんじゃなく試験委員がやっぱ望む答案っていうのを皆さんに書いてほしいとなぜかそうそれがやっぱり点数がつくからそして受かるから私としては皆さんに受かる答案を作っていただきたいと思ってますはい。 だからまあ論文学習っていうところで考えたときに私自身はやっぱりまずもっと過去問中心です。で結局問題文からその何を書くかっていうのがねやっぱ本試験が特有の傾向があるんですよ。だからこれは過去問中心にやっぱやっていただければよくって私のゼミは毎年も過去問だけです指示としては。過去問を解けるまでやり込むと。ね、これもねまあ平成14年から令和3年までの過去問をガンガンやっていただくんですけど、ね、あ,まあそんなのはね 余裕っすよと私も今までやってましたからっていうかもしれませんけどねやっぱりほんの試験の問題は奥が深い。うん、でねまあやっぱ合格者の方いろいろ聞いてるんですけど3回投資でね3回やってあスタート地点だなぐらいです。うん やっぱりね本当多い人だともう5回6回7回っていうのを何回も何回もやるんですよ。だ当然全部書くわけじゃないで,すよでやり方を伝えますけど全部返したら時間なくなっちゃうからただやっぱり過去問の問題から結局問題文に絶対ねあのトリガーから私よトリガーって言うんですけど問題文に基づいてなぜ訂正審判を請求するのか例えばっていうのは問題文にキーワードがあるんですよそこのきっかけになる言葉がそれを見つけるのが論文っていうことになります。なのでそれを過去問を使って練習していただくと。 でかつ、論文の過去問と、まあ、項目出しはね、論文の過去問です。問題文見ていただいて。ただ、そのじゃあ、項目上がりましたと。その項目上がった部品の中身はっていうところで、これは論文コレモンっていうね、あのパーツ集というか、部品集を使っていただくと。で、これはどういうことかっていうとね、論文コレモンっていうのは、あのこんな感じでね、うん、あの一個一個のレジュメまあ特許で80個ぐらいかな、も、うん、ったったかな、一生商標とかもあるんですけど、こういう感じでね、要するにやっていただきたいのは、この定型文とこなんですよ。 で定型文を過去問の文章をばらして作ってるんです。だからこれ過去問なんです。もうここ,こ,こも過去問。私も過去問だからとにかく。で過去問に問われている論点を細分化してます。過去問ってやっぱさ、確かにそうだけど項目出しねいいんだけどレジュメを覚えるには使いにくいから。だから過去問に問われている論点を細分化して、ただそれだけだとわけわからないのでそれに対応する問題、事例問題か初心問題まだか入れてますけれども、まあ、そういったものを書いてるということになります。 でまずはやっぱりここでキーワードを中心にしっかりと押さえていただくということになりますとそんな感じで、えー、ゼミの方は進めさせていただいているということになりますあと最後ちょっとすいませんよく質問が多いので欠席した時ですねのフォローというところで、えー、ちょっと話をさせていただきますとまず1つ目ですねあのねやっぱゼミなので通学が原則とはなりますと 今までもねちょっと遠方の方であのまああの合格者の方でいらっしゃったのはほ九州の方がいらっしゃって、まあ、東京に引っ越す予定があるっていうことで、うん、あのまあご参加いただいて。 の時本当にガイダンスだけわざわざ来てくれたんですよその方九州からねあのででガイダンスなんかでゼミは当時はねあのコロナの前でしたから「エルゼミ」っていうのはガイダンスで参加必須ですっていうからわざわざそのためにね来ていただいてであの、まあね、大変だったなと思うんですけどであの当然大丈夫あの、まあ、それにやあ,のあるんですけどただやっぱりね全部何,何がちょっと心配してるかっていうとやっぱり私もねこう添削とかこうしてる時って皆さんの顔を思い浮かべてるんですよ「この人ああいうこと書いてるなこの人ああいうこと書いてるな」っていう。 うん、だからちょっとやっぱり全部ちょっと何ですかねもうお休みします前提ですってやられてしまうとそれは私が顔がわからないのでどうアドバイスしていいかわからないんですね。だから申し訳ないんですけど、まあ、通貨の原則で例えば、あのーまあ、ある程度、まあ、去年あコロナがほんとひどい時にねちょっともう全部在宅に切り替えますって方もいらっしゃったので、まあ、それはあのなんか家でやってもらって、あのーまあ、コンビニで、ね。 まあスキャンとか家のスキャンでスキャンしてもらって答案を送ってもらうという対応もやったことありますしまあ休んだ時はそういうふうにやってるんですけどただまあの全部ちょっとあの少なくとも私が顔と名前,あの名前を認識する程度はちょっとあの通学は来ていただく必要あるかなと思いますね申し訳ないですけどやっぱちょっとねうんお顔を知りたいというところはありますから最近でもねマスクで隠れて見えないですけどそれからねあのお休みした時はあの実際休んだ時の問題あのこれ自体はねあのファイル共有ですかね うんまあ、ドロップボックスとか使ってレジュメを渡すことが多いんですけどだからまあそれを使ってやるとで音声は撮ってますので音声を撮していただいて結局あの答案チェックとかさっき言った分析シートの作成っていうのをやるんですけどだからゼミにに出ててるのととと同じ作業をしてもらうといういことになりますで最終的に答案と分析シートを PDF でメールで送っていただくということでだからまあそこはもうコンピューター 使うのスマホしか使ってませんとかなりちょっと対応ができないかなと私の方ごめんなさいそこは対応できないのであのその辺の作業があのできる環境は整えていただく必要があるんですけどそうしていただければ全然そこは対応はあのお休みした時は取りますのであまり心配されなくてよろしいかなというふうに思います。はい、ただあの結局休んで当れだと思ってねあじゃあとも書いとかなきゃっていう感覚じゃないんですよゼミっていうのはもう毎回毎回生き物ですから。 毎回出ていただいてあのまあお休みしたらその週できれば処理していただいてっていうことでか無理に答案を作ることを主に考えないでいただく当連とは違うのねやっぱゼミっていうのは、うん、あの皆さんと二人三脚でやっていくもんだと思ってますからね。はい、というところで一応まあ今回短いところですけれども、まあ、来年是非ね本当に皆さんあの機会がありましたらあの、ね、是非私のゼミにご参加いただけるとありがたいなと思いますんでそしたらね参加した暁には一緒にね頑張ってやっていきましょう。 はい。っていうところで、じゃあ、えー、今回、ゼミの会談したことで、これで終わりにしたいと思います。じゃあ、皆さん、ぜひ頑張りましょう。はい。ということで、じゃあ、今日は終わりにしたいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。